座に揺れる様子は小さな王子が丸ごと上げた瞬間のようです。火の玉が火花を散らし始めました。王さん、若々しいエネルギーが弾けている様子です。激しく四方に広がっていく火花、松葉です。油が乗る充実した双眼球を表しています。そして人生の最終章、シミズク。火花が一枚また一枚と花びらのように散り、静かに一生を終えます。これだけの、ね、表情があるからこそ、日本人は線香花火としてしっかりに惹かれていくんですよね。そうなんだ、わかるわかる。改めて私たちがいるのは、福岡県宮崎にある線香花火の製造所です。はい、線香花火はですね、実は 99% が輸入品なんです。こちらはですね、全国で3軒しかない製造所のうちの1軒なんです。なぜ線香花火に、4つの表情があるかというと、こちら実はですね、温度変化を短い間に目まぐるしく変化させているからなんですね。着火して、どんどん温度が上がっていき、この夏場の時に温度が高くなります。そしてどんどん下がっていき、燃え尽きていくんですね。この温度変化をコントロールしているのがですね、こちら火薬です。火薬が花火の立ち方を研究しているんですね。で、この火薬は3つの原材料からできています。こちら黄色い硫黄、白い硫黄、そして白い硝石、そして黒い硝煙と呼ばれるものです。この3つをですね、絶妙に配合することで美しい表情が作られていくんですね。それでですね、線香花火にしか使用されていない特別な材料がこちらの黒い硝煙なんですね。ちょっとこちらをご覧ください。こちら硝煙、元は宮崎県産の松の根っこなんですね。根っこ、こちらは30年寝かせたものなんですよ。それをいぶして出た土を集めたものが硝煙なんですが、30年寝かせているわけで、不純物が朽ちていくんですね。で、純粋な松の油分だけが残っているんです。その美しい火花というのは、その松の油が火に満ちてパチパチと燃えていく、これが生まれていく。そうなんですよ。はい、こちらです。こちらでですね、3つの材料を配合しているので、ぜひ見てください。はい、では3つの材料を馴染ませていく作業に当たっていくんですね。しっかりと手で馴染ませています。皆さん、実はですね、線香花火に使われる火薬、どのぐらいだと思います？これだけ、かなり少ないんだ。そうなんですか。一本一本にムラが出ないようにしっかりと混ぜ合わせていくんですね。できることなら長く楽しみたいですね。ここからが長持ちの花火のポイントになります。そうなんですよ。この色のついた紙